ヘライス・ハーセは、オランダの小説家。オランダ領インドネシアに生まれ、大学進学でオランダに渡った後に演劇や文芸活動を始める。オランダ全国読書週間で発表した小説、ウルフ、黒い湖がベストセラーとなり、以後60年以上にわたって、現代小説、歴史小説、詩、エッセイ、文芸評論などを執筆した。第二次世界大戦後のオランダ文学を代表する作家の一人である。オランダ領インドネシアのバタービアに生まれる。父親は植民地政府の公務員、母親は音楽家であり、現地での出会いが元で結婚して家庭を築いた。東インド領でのハーセの子供時代は平穏だったが、母親の入院によってオランダで過ごした時の体験が大きな影響を与えた。本国では言動が奇妙だと思われ、孤独を感じたハーセは創作に楽しみを見出し、歴史に関心を抱くようになる。母親の完治で一家は東インド領に戻ってバンドンやバタービアに住み、ハーセは現地の自然やバイテンゾルフ植物園に親しんだ。読書好きでもあるハーセは12歳でビクトル・ユーゴーを言語で読み、中高一貫校のリセウムに通った時期には、人魚という小説を書いた。リセウムを卒業後の1938年に単身でオランダに渡り、アムステルダム大学で北欧語を学び、演劇サークルで活動した。しかし、第二次世界大戦によってナチスドイツのオランダ侵攻が起きると、東インド領の家族と音信不通になり、知人の留守中に住み始めたアパートでの一人暮らしが続いた。ナチスドイツが北欧神話を政治利用するのを見て、大学を退学し、演劇学校に入学して、劇作や台本、作詞などの仕事を手掛ける。1944年に同年齢の大学生と結婚し、第二次大戦終戦後の1945年には、本流という詩集を発表し、1946年に朗読劇、バラードと伝説の舞台に立つが、1947年に長女をジフテリアで亡くす。この経験によって、ハーセ自身の言葉によれば、生きることを再び学ばなければならなかったとして、執筆を始め、ウールフに結実する。ウールフは2週間ほどで書き上がり、刊行されると大きな反響を呼んだ。当時は東インド領がオランダからの独立を求めたインドネシア、独立戦争が起きており、東インド領での暮らしを描いたウールフはハーセ自身が驚くほど注目された。また、著者が新人の女性作家だとわかると、男性のオランダ人作家やジャーナリストから非難も受けた。ウールフがベストセラーとなった後に、ハーセは次々に作品を発表し、戦後のオランダ文学を代表する作家となった。1970年のハーセ。ハーセは、終戦後に家族と再会し、父親は引退後に W.H.A. ムラントという筆名で16作の推理小説を書いた。1976年には、ハーセは夫と共にインドネシアを訪れ、作品のモデルになった土地を再び歩き、ジャカルタでは学生に講演をした。1980年代から10年ほどは、夫妻でパリの郊外にも移住している。2008年に夫を看取ったハーセは、最後まで明瞭な意識を保ち、2011年にアムステルダムで没した。ハーセは、様々な文学賞を受賞した。オランダでは、国家芸術文化栄誉勲章、オランダ文学賞、フランスでは、芸術文化勲章を2回。また、ユトレヒト大学とルーベン大学の文学部の名誉教授にもなっている。ウールフのタラガヒドゥンのモデルとなったタラガワルのハーセは、アイデンティティの探求を生涯のテーマとして書き続けた。ハーセにとって自分が無邪気に暮らしていた場所が植民地だったこと、独立後は故郷が統一になったことは大きなショックであり、外見は白人でも内面はクレオールであると自ら語っていた。アイデンティティの探求は東インド領を舞台にした作品から現代小説や歴史小説に至るまで共通している。ウールフはハーセの少女時代の見聞や体験が元になっている。主人公の僕とウールフという少年との友情と別離を軸にして、東、インド領の自然や、そこに暮らす人々が、僕によって語られている。全国読書週間の一般公募に選ばれて、刊行されてから、今なお読まれる、ロングセラーであり、12カ国語に翻訳され、1993年に映画化、2012年に舞台化もされた。東、インド領を舞台にした作品は他にもあり、短編小説、リダブアヤでは、バタビアの理髪店主の妻で、エツという名の日本人女性が主人公となる。長編小説、茶畑の紳士たちでは実在した、プランテーション経営者のルドルフ・ケルクホーフェンが主人公となる。中編、鍵穴は東、インド領で育った美術史家のヘルマと混血の女性が中心となり、ウールフと対をなす作品でもある。ハーセの没後も出版が続いており、フランスのポルトガル移民少女の実話に基づいたイルンディーナなどがある。ハーセは歴史小説の大作も表しており、オルレアン公シャルル一世、ジョバンニ・ボルジア、クラウディアヌスなどの人物を題材にした作品がある。また、ダクロの小説、危険な関係の続編も書いている。オランダ東、インド領の紅茶プランテーション子供時代から、ハーセは文学に親しみ、作家となった後もオランダ語以外の英語、フランス語、ドイツ語などの作品を言語で読み、文芸評論も書いた。評論では、ムルタ・トゥリ、ルイク・ペールス、W・カイ・ヘルマンスなどのオランダ語作家をはじめ、エリアス・カネッティ、ビトルド・ゴンブロービッチ、アイリス・マードックらを論じている。自伝的エッセイも何冊か発表しており、長らく廃刊となっていたゼリフポートロット・オスト・レグカートを2003年に復刊した。東、インド領でのオランダ系住民の暮らしを描いた文芸作品は東インド文学や東インドのポストコロニアル文学と呼ばれる。東インド文学の作者にはトトクやブランダと呼ばれたオランダ人やインドと呼ばれた混血の者もおり、古くはムルタ・トゥーリの小説マックス・ハーフェラールがある。オランダによる植民地時代や日本占領時期のインドネシア、そして独立をめぐっては作家同士の激しい論争も起きた。ハーセは論争には加わらず、特定の文壇や文芸グループに属さずに創作をした。ありがとうございます。